皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回はリリースされたばかりのこちらの新作ホラーゲーム、チューチューチャールズをプレイさせていただきたいと思います。久々の新作ホラーゲームですね。こちらはどういった内容の作品なのでしょうか？本作は、オンボロ列車に乗って恐怖の人食い機関車チャールズから逃げつつ、装備を強化し、最終的にチャールズの討伐を目指すオープンワールドサバイバルホラーゲームとなっております。人食い機関車を倒すホラーゲーム？それもオープンワールド？興味をそそる設定が盛りだくさんの作品ね。ちなみにこちらの作品、ありがたいことに公式様が発売前にゲームキーをくださいまして、今回そちらでプレイさせていただいております。公式様がゲームキーを？こんな小さなチャンネルにありがとうございます。とまあ話はこの辺にして、早速遊んでいきましょうか。それではレッツプレイです。I know it's been a while since we last spoke, but something has happened at the mines I've been supervising. No, trust me, you'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business? Well, there's something big on that island. Real big. So many friends, and even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you.It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunt. Yes, sir. They call him Charles. Half train, half gigaspider from hell.We've been planning his demise for some time now, and have nearly everything in order. Just a few people to meet and places to see. Simple errands, you know. Yes, sir, welcome to Erinirum, the island where miners dig their own graves. Stay close. Charles isn't the only thing to fear around here.There's a train shed at the top of the hill. One of the train operators was killed early on by the beast, so his old engine should be in there. If we can get to it, it could be an indispensable tool on our journey. Stay close. We don't want to be exposed for too long. はい、ということで始まりました。なるほど、主人公さんは火の車状態の博物館を運営していて、そこの立て直しを図るために人食い機関車のいるこの地に訪れたわけですね。人食い機関車を剥製にデモして展示すれば世界各国からお客さんが来るだろうしね。そうなれば赤字ともおさらばできますね。うむ。それで今はどこへ向かっているんです？今は持ち主が死んで使われなくなった汽車のところに向かっているみたい。ほほう、その汽車を我々の冒険の足として使おうというわけですか。Ah, shucks, it's locked. Not to worry, we can still find a way in. There's a small shack up the path that might have a key inside. Take this map, I just marked the location on it. See if the key is up there, and I'll look around some more down here. ラッキー、じいさんがこの島のマップをくれたぞ。汽車の止めてある停車場の扉に鍵がかかっていて開けられないので、この先にある倉庫から鍵を回収してこいとのことです。マップを軽く見た感じ、相当広いわよこの島。これは冒険のしがいがありますねー。じいさんが言っていた小屋ってのはここのことかな？中に停車場の鍵があるらしいですが。お邪魔します。テーブルの上にあるよ。でっか、2リットルのペットボトルくらいのサイズあったぞ今の鍵。これで停車場の扉を開けられますね。たく上陸早々を使いとは人使いの荒いジジイだぜ。おじさん鍵持ってきましたよ。Good on you! 次何かあった時はあんたが動けよ。Open up that door and lead the way! おほう、あれが我々の相棒となる汽車ですか。タイトル画面に映っていたやつだね。That's what I'm talking about.She's an oldie but a goodie. I'm going to inspect the train's exterior. Why don't you take a peek inside?
see what we got to work with. おじさんが中を覗いてみたらですって。しかし近くで見ると予想以上にボロいな。途中で故障しそうで怖いわ。中は意外と綺麗ですよ。こいつはなんだ？アップグレードって書いてあるわね。ふむ、スクラップなる素材があればそれを消費して汽車のスピード、武器のダメージレベル、汽車の耐久力を強化できるわけか。スピードと耐久力はわかりますけど、武器のダメージレベルってどういうことよ？この汽車で一体どうやって攻撃するの？攻撃用の装置でも搭載されていて、それを強化するとダメージが上がるんじゃない？ああ、こんなところにイカつい機関銃みたいなのが搭載されてる。武器のダメージレベルってのを強化するとこいつの火力が上がるわけだね。つまり我々はこの汽車で一足機関車のチャールズに立ち向かうことになるわけですね。バケモンにはバケモンをぶつけんだよ。あ、はい。Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island, but it sure looks fun to use. We can light up Charles with it and take him down before he even sees us coming. Are you ready to take this thing for a spin? Oh, もう早速運転するみたいですよ。ほんじゃあ出発を進行。ナスのぬか漬け。ふざけるのやめてもらっていい？ Yeah, baby! We're coming for you, Charles! やってやろうぜ、ジジイ。今日の奇跡はまさか？出たー。うわー、機関車に蜘蛛の足が生えてるー。ボーンをこいつで蜂の巣にしてやんよー。おら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 。攻撃がなんで効いてないよー。で、おっちゃん。なんてこったー。チャールズの攻撃でおっちゃんが汽車から放り出されちゃったー。おまけに G がオーバーヒートして撃てなくなったー。そのジジイをあげるから見逃してくれー。え、仲間を見捨てて自分だけ助かる気？最低。いやだってどうしようもないじゃんこんなの。ここで逃げたら一生後悔しますよ。ああもうわかったよ、戻ればいいんでしょ戻れば。しかし戻ったところでどうするつもりなのよ。こっちの攻撃はまるで効いてなかったし。どうにかしてチャールズをおじさんから引き離せればワンチャン救い出せるんじゃないかなと。そうやって言うのは簡単だけどさ。ってあれ？チャールズがいなくなってる？確かジジイはこの辺で落ちたー。あーいたー。普通に汽車で引いちゃったよー。こりゃチャールズの攻撃に耐えていたとしても今ので確実に死んだな。ジジイ、ダサい柄のシャツ着てるね。瀕死の人になんてこと言うのよ。Yes, sir. Easy out. You don't need to do more than I thought, but I don't have to much personal pain.おっちゃん。短い間だったけど、世話になったな。おじさんのことは一生忘れません。地獄に行っても我々のこと、見守っててくれよ。いつか必ず仇は討つからね。ところでジジイのやつ、死ぬ間際に卵を見つけろって言ってたけど一体何のことだろうね。卵を見つけることとチャールズを倒すことに一体何の関係があるのかしら。ジジイ、自分の息子を探せとも言っていたから、もしかしたらその人なら何か情報を持っているのかもね。おじさんの息子さんですか？この広大なマップからたった一人の人間を探し出すのは骨の折れる作業になりそうですね。死ぬ前にせめて息子がどこにいるのかだけでも教えてくれてれば助かったんだけどな。まああんな状態だったんだし仕方ないよ。とりあえず今は道なりに進んで行ってみますかね。誰かしら島の人に出会えればおじさんの息子さんについて情報を得られるかもね。むむ、ひたすら走っていたら豚小屋みたいなのが見えてきたぞ。豚小屋じゃなくて人のお家でしょこれ。入り口に豚おるわ。人間だよ。どうも。You must be the archivist that Eugene told us about. おじさんのお知り合いですか？ We're happy you came to help us out of this predicament with Charles and that madman. 必ずやチャールズを仕留めてみせますよ。You know, that old train of yours will need some major upgrades if you want to take down Charles. やっぱり今のままじゃ倒せないんだ。There are some metal scraps in my barn that you could use to improve. Oh, マジですか? It is the key to the barn. It's just a path, but I'll mark it on your map anyway. やったー、ありがとうございます。このおっちゃん汽車のグレードアップに必要な素材をくれるってさ。このすぐ近くにある納屋にアップグレード素材のスクラップが置いてあるんですって。ほな早速いただきに参りましょうか。それにしても無償で素材を提供してくれるだなんていい人だねー。
それだけチャールズの悪用に困っているってことだよ。さっきの話だと秘匿駅感謝のチャールズだけでなくゴーレンというのにも困っているって言ってたけど、ゴーレンが何なのかは知らんけど、チャールズ以外にも厄介事を抱えているのか、この島は。お、この地面に落ちているのはもしや？ふむ、これが汽車強化素材のスクラップか。ここには全部で9つのスクラップが置いてあるみたい。この数のスクラップでどこまで汽車を強化できるのだろうか。あ、メモがある。友人は本土にたどり着いたら応援を送ると約束したが、戻るとは一言も言ってなかったことに今さっき気づいた。計画の詳細は考えないような人なのだろう。島民の誰もがこの悲惨な状況からの救出を求めているが、彼の知り合いの収集家が何か奇跡を起こしてくれることを願うしかない。その人の過去や使う手段なんてどうでもいい。チャールズを殺すことができたらね。島民のほとんどが奴の死を望んでいるが、奴をほっときたいイカれている野郎どももいる。あのゴーレンも完全に正気を失ってしまったな。なるほど、さっきのゴーレンってのはチャールズを殺すことに反対している集団なのか。つまり敵はチャールズだけではないってことですね。こいつは厄介なことになりそうだ。しかしそのゴーレンってのはなぜ人を喰らう殺人機関車なんかの型を持つのかしら。いつの時代も異常者やイカれた存在に魅了される人間ってのは一定数いるもんよ。チャールズを討伐しようとしたら邪魔してきそうですね、ゴーレンさんたち。出しゃばってこないことを願うばかりですな。さてさて、それでは早速手に入れたスクラップで汽車を強化するとしましょうか。待ってました。まずは先ほどのチャールズの襲撃で負ったダメージを修復するとしましょうかね。汽車にも HP があるんだね。スクラップ一つで10回復するみたいですな。なるほど。あちゃー、全部均等にレベル上げしようと思ったんだけど、アーマーのレベルを上げるにはスクラップが3つ必要みたいだ。これ汽車をちゃんと使えるレベルまで強化するには相当スクラップが必要そうですね。とりあえず島民に会えば何らかの形でスクラップが手に入るっぽいから、見かけたら積極的に関わっていった方が良さそうね。ちょうどこの先にも一人島民がいるみたいですね。汽車じゃ近づけない場所なので、ここからは徒歩で行きたいと思います。ってちょっと待って、近くで何か聞こえない？こんじゃあまたチャールズだったー。お前さっき襲ってきたばっかりやんけー。もう来るのかよ。こっちはまだ戦いの準備できてないのに。今ある装備でどうにかしてチャールズを追い払わないか。でまた銃がオーバーヒートしちまったー。何回同じミスすんのよー。よしったー、撃てるようになったぞー。全然効いてないよ、どんどん距離詰めてきてるよー。やばいやばいやばい、このままじゃ汽車を壊されちまう。残ったスクラップで修理しないと我々も食べられちゃうよー。なんとか半分まで修理できたけど、こんなのはっきり言って焼け石に水だぞ。いやー、まだ死にたくないよー。チャールズが解散した。やったー、あの化け物を追い払うことに成功したぞー。ふっふ、怖かったー。あと10秒あの攻撃が続いていたら確実に死んでたわね我々。これは一刻も早く汽車を強化する必要がありますよ霊夢さん。今回は運が良かったけど、今のままの状態じゃ次奴に会った時生き延びられる保証はないわね。うん。ということでスクラップを入手すべく次なる島民に会いにやってまいりました。どうやら島民さんはこの建物の2階にいるみたいです。2階か。この階段で上に行けるわね。早速地面にスクラップが。うさんくせいじじいもいます。Welcome to Araniram.Archivist museum person? Domo? My apologies. I'm not the best with introductions, but I don't believe either of us are here for... ごたくはいいからスクラップくれ。I just so happen to have a little business opportunity, if you're interested. A very special little box of mine is in a rail car in the nearby canyon, but the goons have set up a camp to protect that area. So be careful.Find the blue box and bring it back to me. I'll give you some scraps as payment. あんたの大事な箱を持ってくればスクラップをくれるってわけか。ただその箱の近くには悪党が野営しているらしいですよ。陥没事故が起きる前に、俺は自分が愛用してる採掘用の古い汽車を使って予備の貨物車両を強国に押した。貨物車両は貴重品を隠すのにいい場所だろうと思ってね。線路が偏僻な場所で未完成ならなおさらさ。1週間前に強国の車両から何か取りに行ったら、ゴーレンの手下たちがそこで野営を敷いて何らかの危機を設けていた。自分の箱を安全に取り戻す方法が思いつかないし、それなしでどれくらい持つかもわからない。箱の近くに野営している悪党ってのはどうやらゴーレンらしいわね。よりにもよって一番関わりたくない相手が目的の物の近くにいるとは。これは気を引き締めてかかった方が良さそうね。ということで目的の場所までやってまいりました。お、車両が見えてきたわね。あの中に青い箱があるのかな。ゴーレンの野郎もいますねー。手に持ってるのは銃かしら。No, あ、気づかれちゃったー。あ、
相手が一人なら強引に突っ込めばいけるか。でもあの人銃を持ってますよー。撃たれたら終わりだよー。奴がこっちに来るまでの間に急いで箱を回収するんや。車両の反対側に中へ入れる入り口がありますよ。青い箱あったー。携帯撃たれたー。思いっきり撃たれたー。それも2発がっつり食らっちゃいましたよー。しかしまだ余裕がありそうだぞこの主人公。至近距離で発砲されてもピンピンしてるとか。この主人公はターミネーターか何か。まだ追ってきてやがる。ああまた撃たれたー。あの野郎、主人公が丸腰なのをいいことに好き放題やりやがってよ。いくら体の強い主人公とはいえどこれ以上鉛玉を食らったらまずいですよー。よし、飛車が見えてきたぞ。乗ったら全力で逃げましょう。発進じゃ。あの悪党引き返していきましたよ。待てよ、そういえばこの汽車機関銃乗せてたんだったな。なるほど、反撃されるのを恐れて引き返したんですねあの人。そう、これだけ距離があるとさすがに当たらないか。まあ目的の物は手に入ったことですし、あの悪党は放っておいて依頼主のところまで戻りましょ。悔しいけどそうしますか。持ってきたぞ。That's the exact box I need. 回収するのめちゃくちゃ苦労しましたよ。Now take these scraps and skedaddle. なんやこいつ、人に頼み事しておいて用が済んだら出ていけとな。人付き合いが苦手な方のようですね。あのハルク砲丸のパチモン一体どれくらいのスクラップくれたんだろう。自分で回収した分を除いたら35個くらいですかね。ケチくせえなー、1万個くらいどかっとくれよ。1万個もあったら最終強化まで楽々いけちゃいそう。とりあえず均等にレベル上げていきます。ふむ、今回の報酬分で全てのレベルが4になりましたね。まだまだチャールズを倒せそうにはないですな。もっと依頼をこなしてスクラップを集めないとですね。見てよヨウム、マップを眺めていたら通常の島民のアイコンカラーとは違う色の島民を発見したんだけど。ほう、説明を読んだ感じ通常の島民が黄色のアイコンなのに対し、青はクリア必須ミッションを受注できる島民、赤は武器ミッションを受注できる島民のようですね。クリア必須ミッションなんてのがあるのか。武器ミッションも気になるけどまずはそっちからチェックしてみるか。あの人がクリア必須ミッションを受注できる島民さんですね。 The Monster Hunter has arrived, I see. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however.Dispersed around the island are three eggs, locked in the island's three primary mines. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Unfortunately, the mining company owner, Warren Charles III, has placed armed guards inside each mine to protect the eggs.There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. I've marked the entrance on your map. なるほど、チャールズは深手を追うと逃げてしまって討伐が一筋縄ではいかないんですね。確かに我々と戦闘した時にも一定ダメージを与えたら退散したわね。そのチャールズを逃がさずに戦いの場におびき出すには、島に存在する3つの卵が必要とのことでしたね。死ぬ間際にジジイが話していた卵ってのはこのことだったのか。どうやらこのすぐ先にその卵が一つあるみたいですよ。もちろん卵は回収するつもりだけど、その前に武器ミッションってのが何なのかチェックしましょう。そういえばマップで確認した時、必須ミッションのすぐ近くに武器ミッションを受注できる島民がいましたね。おそらくこの人だね。後ろで小屋が燃えてますけど。I made a little flamethrower as an addition to my spider train home defense plan, but as you can see, it has slightly, backfired. バカかな? Nearly cooked myself alive in that shed as I was testing it. Shoot dang. I would love to save the shed, though. If an, flamethrower somehow still works after the fire dies down, well, you can take it.I'd assume you're the monster hunter that folks have been expecting, so, a weapon like this could come in handy. ほう、小屋の火を消すことができたら武器をくれるみたいですよ。おお、ガトリング砲以外にも汽車に武器搭載できるんか。火炎放射器って言っていましたよ。これは是が非でも手に入れたいですね。待って霊夢、近くでチャールズの汽笛の音が。おいおい、こんな大事な時に襲ってくるのは勘弁だぞ。この貯水タンク使えそうです。
ちょうど小屋にぶっかける形で噴射したけど冷えるかな？火弱まってますね。おーし、消えたぞ。約束の武器くれよ、ジジイ。Using the water tank to put out the fire. Pure genius. Woohoo! Here, take old bug spray. Cause of this chaos. I don't want to see it anywhere near here again. Shoot dang. 火炎放射器もらいましたよ。武器名は殺虫剤ですって。名前はクソダサいけど火力は十二分にありそうですね。早速汽車に戻ってチェックしてみましょう。あ、正面にうっすらと見えるのはまさかチャールズ？普通に横切っていったわ。近くまで来てても襲ってこないこともあるんですね。ほんでこいつが例の新武器ですか。今装備しているガトリング砲と付け替えることができるみたいです。おほう、火炎放射器にしては結構射程距離ありますね。早くこいつでチャールズの面を炙ってやりたいぜ。まあこの武器が手に入ったところで今の強化レベルじゃチャールズに勝てる見込みはないんですけどね。では受注した必須ミッションの卵回収やっていきましょうか。情報によるとこの先の採掘口に卵が隠されているようです。ゴーレンギャングもいるみたいだから撃ち殺されないようにしないとね。あった、あそこが入り口だね。今のところ入り口周辺にウォーレン一派の気配はないですな。ひぃ、狭くて薄暗い、私怖いよ。急にホラー感出してきたね。この一本道でウォーレン一派に鉢合わせたら一巻の終わりだな。せめて何か武器を装備できたらいいのに。メモだ。ウォーレン氏への緊急書簡、一番奥のトンネルを掘っていると壁が崩れて大きな洞窟に抜けた。そこで何か変なものが発見されたが何なのかはさっぱりわからない。ウォーレン氏が大至急南採掘口に来られてさらなる指示を下されることを願う。ふむ、その変なものっていうのが例の卵かな。どうやらこの先に洞窟があるみたいですよ。卵はきっとそこに。行ってみようじゃないの。この先行動がなくなってるわね。おほう、洞窟に出たようですな。なんか下から体に悪そうな煙が出てますね。しかし卵とチャールズの関係が気になるな。卵はチャールズの子供だったりするのかな。どうなんでしょうね。あ、口笛が聞こえてきた。ウォーレン一派だな。ってことは卵もこのすぐ近くにありそうですね。結構近くで口笛が聞こえるけど姿が見えんな。ってバレたー。まだ卵回収できてないのに、勘弁してくれよー。卵あったー。おっしゃー、回収完了。あとは生きてここから脱出するだけだ。それが一番難しいとこなんですよ。こんな狭い洞窟で銃なんかぶっ放しやがってよ。狭い場所では銃は撃っちゃいけないって親に教わらなかったのかい？おしゃべりはいいから急いで汽車まで逃げてー。これ道に迷いでもしたらガチで終わるぞ。お願いだから迷わないでよ。あー、道間違えたー。フラグ回収するの早すぎー。痛い痛い痛い。いやー、殺されちゃうよー。なんでお前無駄にエイムいいんだよー。こんなところ警備なんかしてないでプロゲーマーでも目指せよー。ドア閉められない痛い。あと一発でも当たったら死んじゃいますよー。持ってくれよ、俺の体。こらー、佐々木はよくもやってくれたなー。一点構成。ち、逃げやがったか雑魚め。次会ったら丸焼きにしてやるからな、覚えておけよ。ふぅ、間一発でしたね。これでチャールズを倒すのに必要な3つの卵のうちの1つが手に入ったわね。それに新武器も手に入りましたし、なんだかんだでいい滑り出しかもしれませんね。うむ、初回にしてはまずまずの結果だわ。この調子で次回も頑張っていきたいですね。はい、ということでキリもいいので今回はここまでとさせていただきます。近日中にこの続きの実況をアップする予定ですので、この動画が面白かった、また次も見たいという方は応援の意味も込めてチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。ではまた次の暴走列車でお会いしましょう。アディオス。